はい、それでは続きをやって参りましょう。前回なんとか冠中を抑えましたけども、いやーもうボロボロですね。もう、あと傭兵館取ってというところですが、もう何も戦えません、これは。全兵数で見ても3万しかありませんね。シェアは2なんですけど、兵は3万しかないという。もうどうにもならん。さあ、この後どうやって行くかと言いますと、もうですね、長安を持っていますので、ここは城陽を取ってですね、一回攻撃したいと。攻撃をしてメンバーを鍛える。っていう選択肢ですね。これをまず取りたいという感じですね。ただ城陽を取ったら取ったらこれ芝居。で、まず花工房に勝てるかどうか。という問題がございますね。で、ここら辺にもね、パトリツヤ。いますね。で、まずは、捕虜のですね、リラが取れるか取れないか、これが非常に重要なところでございます。これがめちゃめちゃ強い。もう、なんと言いましょうか。新しい旅夫というか、すごいですよね。これは。この精霊がまた強いんじゃないかな。ちょっと、まあ、後で見ましょうか。はい。というところで、今日は、進めるのか進めないのか考えただけで、ああ、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって、参りましょう。はい、早速、リーダーですね。リーダー。ラララララララリーダー。ラララララララリーダー。どうも少年隊に行きがちなんですけども。精霊。自物体の軌道が上昇した上でゾック無視。ちょっと待って。これ、飛翔より、飛翔のじゃあ上位互換になるんですか？飛翔は別にゾック無視なだけで。全地形ゾック無視。飛翔は。タイガ以外ね。で、これは、ゾック無視って書いてあるから全部ですよね。そもそもがね。うわ。上位互換か、これ。で、相当まで持ってるから、そもそもが呂布より強い。で、一騎を持っている。まあ、そこら辺同じ。呂布より強いかも。もしかして。あれは？一騎当選どんなんですか？ただダメージなんだ。ダメージも、どんなもんでしょうね。一覧で見ればわかりますけど。まあ、大体、威力15ってやつですよね。威力15。範囲があるかないか。いや、ちょっと見よう。はい、一騎当選。ダメージ20！ 強え！ ちょっと待って、強えな！ダメージ20は強いですね。20で言うと、天下無双と同じダメージですね。やばい！ただ、範囲はない。範囲はなくて、ただダメージですね。はい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 。で、天下無双は式ダウンも入るんで、これ天下無双の方に軍配が上がりますね。なるほど。万人敵と同じ感じですかね。まあ万人敵も足止めかかりますんで。まあとにかく一撃重い。いやー、これは、取れたいですね。取れるかな？問いよ。リーダー。え、なんで取れないの？いきなりこれ逃げられたら目も当てられない。まあ、他の女子から取っていきましょうか。原子。原子は取れるでしょ。行ってまいります。よし、これで応援が一人増え。まあ、歌詞もとりあえず増え。そんな感じで。あと、芝居軍に岬がいると。いう感じですね。リアルにお姉ちゃんを借りに行くという感じですかね。お姉ちゃんハンティング。はい。リラ入りましたね。やりました。これは大きな戦力アップ。もう久々じゃないですか。あからさま戦力アップ。原子も入った。これも応援増えた。応援これで3人っすか？
呂布自体のパワーはかなり上がりますね。だから応援って男しか聞かないですよね、確か。だから呂布しか聞かないんですよね。おっと、芝居軍が深夜を制圧してしまいました。これによって我々の攘陽攻め、ちょっと微妙な空気。攘陽行って縁行ったらこれいいんじゃないかなんて思いますけども、果たしてここ女子いましたっけ？なんかいましたよね。あれ？縁にはちょっと見えないですね。なんかいたような気がするんですけど、あ、高校は女子かな。性別ダメですね。男になってますね。さあ、そうですよね。高校は男ですね。はい。宦官は男です。あ、りょいつもかな？りょいつも確か男かな？うん、男か。髭生えてるもんな。うん。あれ、ここ女子いない？あれ？そんな国ある？女子のいない国。え、そんなとこ行っても意味がないんだけどな。あれ、いなくなっちゃったのかな？ここ、竜道。まあ、でも、上陽行くしかないんですよね。正直。孫権と戦うにはまだ早すぎるし。かといって、関羽か。関羽は強いですよ、今。勝敗、落とそうとしてますよ。あ、で、いるな、関羽のとこ、ライザ。ライザいるの？え？違う違う、ライザ敵だ。なるほど、なるほど。いや、カウンは強いぞ。勝てる気がせん、カウンは。だって何万いるんだ、これ。とてもじゃないか。兵力は叶いませんね。で、我々も乗用を落としたところで、戦力上がらないんですよ。人が増えないですし。ただ、攻撃に行ける。しかしですね、歩兵担当一人置いてっていうのが、なんとかっていう人数なので、非常に厳しいですね。まあ、それでも行った方がいいのかどうか。あ、まずい。芝居がもう行ってますね、これ。行っちゃってる。乗用向けに行っちゃってる。これ出しましょう、もう。ダメだ。際まで行っちゃいましょう。京都、呂布リラ、挑戦、呂布リラ、呂布リラ。で、応援、全員かな。全員ですね。はい。出し方なかなか難しいですよ。まあ、呂布なんかは多め行きますけど、呂布リラ、多め。さあ、この二人の、進化の見せ時だ。もう、呂布は天下無双だけにします。絶対だけにします、これ。やると大体、後悔するんですよ。戦車出して。で、挑戦は格欲にしましょう。格欲と豪華にしときます。なぜなら、城に当たった時すぐ溶けるからです。で、ヒルダ投石。武将は鎮毒を当てたい。でもこれ混乱の方がやりやすい。混乱の方があれかな？伸びるかな？日数。そのね、問題もあるんですよね。鎮毒ね、1ターン持たないんですよ。状態異常が。どっちかといえばダメージは大したことないから、状態異常の方がいいんですよね。ただ野戦では鎮毒の方がいい。範囲攻撃なんで。で、原始が一応青蘭持ちか。青蘭だから当てに行くか。一応。そんな感じっすね。で、ヒルダに8000与えて、挑戦も当てる。当てるけど、残りが21000。こんな感じで。呂布リラ、9000、1万。挑戦5000。で、ヒルダ8000。武将7000。全部。44,834 全部。で、この水際がね、いいですね。水際、最短距離。行きましょう。
者ども、出陣だ！出陣だ！まあ、呂布戦闘が望ましい。そして、呂布はまあここまで行っちゃってもいいですけど、こちらですね、強で尺とか取りたいですね。さあ、あとはですね、まあギリギリになったら滞りないところでですね、同盟破棄していこうと思います。同盟破棄するには、この長安の歌詞ですね、これでしましょう。この間全部出しちゃってね、一回帰らせなきゃいけなくなっちゃって。さあ、で、常用に運び込んでますね。しかし、戦火。こちらをご覧ください。これで芝居軍と当たってしまう。今から同盟とか、うんぬんは間に合わないですからね。もう芝居と戦うのも避けられないかもしれない。それ一番怖いですね。ただ我々物資は結構あるんで、まあなんとか逆転して敵地からでも、まあ関係改善して同盟までやれるかどうか。まあダメ元で今からやっていきますか。芝居軍。敵地になってるよ、でも。いや、絶対無駄だ。これ絶対無駄だからやめよう。うん。いや、かといってな、常用取った後にドバドバ来ても困るんですよね。いや、でも無駄だ。あっちの方が絶対先に城に着く。絶対戦いになる。さあ、1万。加工簿1万出ました。これは芝居を叩くのか。叩け叩け。行け行けゴーゴー。行きました。南に行った。死者が面会を望んでいます。加工簿何ですか？はっ。少子。ここで、よこせとは。自分の立場を分かっておられない。ちなみに、加工簿、残り同盟3ヶ月。まあ、3ヶ月は待っていられない。で、芝居は、何度、縁ですね。女優行くかと思って縁なんですね。これは、ちょっと熱いぞ。死者がお待ちです。あ、違うな、これ。そう見せかけて縁には行かないパターンか。関羽は豆にあげていかないといけません。死者が面会を望んでいます。尊権死者、尊権も豆にあげていかないといけない。非常に難しい立場です。兵を持っていない。さあ、リクソンがフルボッコにされてますね。しかし、こちらをご覧ください。リクソンフルボッコなんですけど、なんで芝居はスルーしてるんだろう。ああ、でもリクソン強っ。え？弾いたの今の。強っ。どうなってんの？報告になります。あ、これ、もう行かないとダメなやつですね。行きましょう。外交、破棄。格好簿あと2ヶ月だけど。待てない。あらあら。あとはこれ、神前も送っとかないと。他が下がるんで。やばいかもしれない。てか、上げてからやった方がいいまである。任せて。あー、リクソン強いけど、後ろ取られちゃうんじゃないかな。取られちゃいましたね。さすがのリクソンも兵站が切れればただの人。縁から出ないのか、これ。縁から出ないと。芝居を止められない。さあ、加工簿破棄。平城。配下の忠誠下がる。で、縁に戻っていく退却部隊。これ退却路になってるから、平坦切れる可能性ありますね。はい。この破棄で外交関係下がっているかどうか。孫権有効。関羽はまだ親密。尊権は上げとかないといけない。簡単に破棄されそう。さあどうでしょうか。親密に上げ戻し。で、ここは。で、これが関羽。関羽も上げておく。
なんか微妙な感じですね。加工ボング旅夫不和。平常から不和に陥る。つら陥る。で、さらに陸公がやってきた。ご報告いたします。これは戦いになってしまいそうですね。我々。芝居軍、ガツガツ来てるけど、ああ、でも孫権に攻められてるんですね。孫権がついに慶州に出てくる。で、陸遜が再び動き出して港を取った。その港を取らなければいけない。で、趙人が一騎打ちに横領に勝っていく。平坦がこのままでは切れないぞ。というか、切れないですね。もう、増援が来てしまいました。お、抜けていくけども、あー、真正面から当たっていく。趙援が来たけども、さようなら。助走してきてください。うわ、芝居軍いっぱい来るな、これ。ちょっとこれ、ひどいな。これはひどいな。乗用にまず行かせちゃって、まあ、陸遜は無理でしょう。士気が落ちる。退却かな、陸遜は。退却しますね、さすがに。で、簡単には手を出してこない。さて、尺取りましたね。これでバフが1個増えました。あと、港。まあ、畜養は無理にしても。港は取っておきたいとこですね。城陽を攻めるなら。あと、ちょっと様子を見て、どう攻めるのか、お手並み、拝見といきましょうか。ただいま、芝居軍攻め始めましたね。どうでしょう、芝居の投石が入ってどうなるか。バフは2つ。我々がこれ、畜養あたりで取り上げに行ったら結構違うかなと思いますが。家臣。いらない。過去得いらない。野郎いらないよ、一人も。ちょっと動きましたね、縁から。今から動くですか？ちょっと遅いですね。加工園いますね、ここね。何をするんだ？加工園。さて、関羽と伸ばしていきます。はい。非常に大事。あーで、総攻撃はまりましたね。あ、やばいんじゃないか、これ。ちょっとやばいぞ。なぜか一気に崩れましたね。ちょっと見落としましたね。1万2000あったのが、もう5000ぐらいしかありませんよ、これ。一気になんか出して一気にやられたんですかね。どういうことなんでしょう。城攻めでそんなに一気になくなることはないと思うんですけど。もうダメですよね、これね。ダメなの分かってたんで、近づかなかったです。さてさて、私が何をするか。各所よりの報告になります。ここで奪い取る。命令？それはもう当たり前でしょ。芝居軍来ないでしょ。もう間に合わない。ただいるのが趙人で守るのが芝居。非常に硬い。我々は動かない。さあ出してきた。2500を出してきた。これはなんだ。平坦を切りに動くのか。平坦を切りに動くんであれば我々はやるぞ。なんだこれは。呂布が引き出されていく。引き出されている。なんか ATM のように引き出されていく。しかしながらのこの一撃。バカ者め。でも燃やしてきている。呂布が燃えている。候補数欲しいなぁ。欲しいけどなぁ。男しか来ねえんだよなぁ。士官は。ああ。よし、勝負しましょう。倒せるのか、芝居軍。もう、これは間に合わないから来ないでしょう。あ、でも芝居は孫権の攻撃防いでるんですね。なかなかやりおる。で、円動いた3000。3000で何ができるというんだ。建物を壊すらしいですね。
平和か。そして呂布、上陽に食らいつきました。呂布だけでは負けてしまう。さあ行け。あー単発か、届いてない。トゲがあるものですよ。うん、そしていいですね、素晴らしい動き。ご報告いたします。いいですよ。負はすべて取れました。上陽6600の上兵、そして外に超人と陸子、これは混乱しております。平坦も切れておりますね、わずかですね。あー陸子なんか唱えた。唱えるな。撃破していく。いや、いいぞいいぞいいぞ。ナイス、スイッチスイッチ、もうガチャガチャスイッチした。これで投石入る。で混乱かかっている。やりましたね、混乱かけましたね、沈毒じゃなくて。いいですよ、それで OK。 何日効くかな。まあ、とにかくこっちが攻撃食らわない、これがでかい。さあ耐久半分まで来た。芝居が占領した上陽、許さないんだ、そういうハイエナ。ハイエナ やろうと思ったのにやらせなかった。上陽残り2000、いかに芝居といえども、これはもう決まったか。しかしリクソンがこちらに向かっている。1500では何にもならんぞ。で早速鉄柵作り、あその前に8000いるわ。鉄柵作り始めまして、上陽落ちる。鉄柵をすべて立ててしまいたい。てか上陽に向かってこれ2万ぐらいがやってきてますね。深夜からも出ている。でパルティアと交易可能、交易に行ける人がいないぞ。まずどうする、交易に行けないんだが、超商法がいるじゃないか。なんでまあまあここにいんの。行ける。商用どこにいる。商用どこにいんの。商用次第じゃない。あ、曹操の娘、これも取れるな。二人もいた、思いがけない。いや、よかったよかった、芝居になってくれてよかった。いなかった女子が二人もいた。なんという思いがけない。ほりゃ、そろそろ看守が欲しいですね、こうなってくると。うん、もう抜け出してるやつがいる。早いの、曹潤。どさくさに紛れて士官ばかり言うてくる。これ早いな、足が。ご報告いたします。ちょっと待ってくれ、これ足が早い。何、これは困りましたね。このまま入ってくるかな。まあ、一旦中全員入りましょう。でもちろん輸送は手配しておりますけど、まだ1ターン分しか進んでいない。はい。そしてこの上陽を守るのかなり厳しい。うん、いくら建物建てたとて、まず最低限がここの鉄柵で、ここの建物っていう感じですね。で割と兵数が必要。うん、消耗戦になることも多い。上陽は本当守りづらいですね。戻っていきますね。いいですね、これで建築を続けられます。そして深夜に行く者いますね。この猛勇もいいですね。猛勇叩きたい。女子がいますね。パトリツヤ。二都市。いいですね。なかなか難しいですけどね。で、この加工棒はもういらない。これは。女子がいないから。女子がいないからだ。ね、そうとしても女子が出てこない。地獄の国だ、これ。柔道部。商用はもちろん在野ではなく芝居軍にいますので、超商法は取れません。残念です。まあ、殺害するしかないですかね。捕らえて殺害。もう、ストレートに言います。殺害しましょう。ダメだよ、そんな。そんなゲーム実況ダメだよ。
芝居と戦おうにも芝居ごとし持ってますね。これ戦うのはなかなか辛いとこでございます。で、そうか。そうか、来ました。やっと一人増えましたね。でも一人しか増えないっていうのは、年取ったら最低二人欲しいんですよ。マイナス1。まだマイナス1ですね。でもまあ、館中で3人取ったんで、この2都市はプラマイゼロと、ご報告いたします。私はね、ポジティブに考えようとね、いうところでございます。いやー、でもこれ、ね、難しいですよ、これ。こんなに人が少ないのは。使者が到着しました。さあ、芝居軍は返してほしい、返してほしいと言っております。返してやりましょうか。しかし、名品を見てからだ。25価値いけますね。大したもんがないな。まあでも四輪車をまず、1万もらえるところで四輪車？いや、これ最後でいいでしょう。2000でいけるんだから四輪車は。まず1万もらいましょう。はい。まず1万もらっていく。で、不安になったんで、ここで結んでもまあいいですよね。はい。感は相変わらず。なんとか芝居軍、行っております。倹約スタート。受け取って平常。もうここはですね、もう、うまくですね、こう、のらりくらり立ち回って、敵は減らしたいというところ。いや、芝居もこれ大変ですね。孫権が攻めてくる。あとは、これ、京南もね、行けそうで行けない。そういう中。返してほしいか。名声持ちまでいるじゃないか。ここもじゃあ普通にお金をもらおう。もうちょっと下がってきてから馬を奪ってやるからね。使者が到着しました。加工房から使者。あ、加工房も返してほしいか。そっかそっかそっか。お前何持ってんだ？名品。なんだこりゃ。ゴミくずばっかじゃねえかこれ。私があげた将軍賞まだ持ってんのか。金。金もらっとこう。加工簿は不和になってもな。邪魔だから縁は取りたいですね。ご報告いたします。芝居をここで封鎖してしまって、この縁だけに行く。で、これ、ほぼ全兵力集めてこれしかいないんですよ。3万5000。生産力が低すぎるんでしょうね。で、今書き集めたハブ拠点、天水。ここハブですね。ハブから今運びます。こう運ぶときだけ、士気を上げてます。さあ、これで、まあ、これでもあんまり全部運んじゃうと、運びきれない。途中で、兵糧切れちゃうなんてこともあるといけないから。これで常用まで持ってくる。行ってくるわね。もうほぼ前線1拠点だけでやっていかないといけないですね。芝居のとここれ。こんなね、岬こんなグラですね。なんか、すごいこの、気持ち悪いこと言いますけど、今から私。なんかね、この女子のグラフィック見つけた時に、あ、見つけたっていう。このなんか、ときめきがあるんですよね。いい年こいて、二次元の絵を見つけた時にときめきがあるんですよ。あ、見つけたっていう。すごくね、嬉しい。で、彼女たちをやっぱりこの、配下にしていくわけですよ。じゃないと、少ないから。もう、ほんと欲しいわけですよ。あなたが欲しいとね、どうしたの？言うじゃないですか。わかったわ。あなたが欲しいって、あるここよ。また高橋真理子か。高橋真理子ネタが好きだな。誰に言ってんだ誰に言ってんだかさっぱりわからないですけど。まあそういうことですよ。どういうことだ。しかしあれですね、うまいこと散らばった気がしますね。なんか一箇所にこういう強い女子のキャラが集まったら大変なことになるんですけど、結構散らばってるように見えます。
北の方にね、結構いますしね。北行くの大変ですよ、我々。あ、出ましたね。そろそろですね、いただきたいですね。お馬さんください。四輪車をもらえば十分だ。お前の四輪車をな。諸葛亮に言ってやりました。あ、ここはなかなかなんか修羅の国みたいになってますね。孫作が暴れてますね。でれれでれれ、孫作が演術と戦ってる。でれれでて、でれれ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 で。パルテ着きました。まず3人で行かせてます。109。109。渋谷の。行っちゃってんの。109。丸9に行っちゃってんの。流行ったもんね。二十何年前ね。あゆと丸9は流行ったよね。はい、芝居同盟ですね。早かったですね。まあ、人質交換が結構ありましたからね。はい。で、両夫軍と加工房。ここですね、契約。ちょっとずつね、取っていきましょう、歩を。さてさて、このね、孫権、関羽はね、もうすごい言ってきますね。加工房は、契約でも、またこれで上げていく。お金を取って、上げていく。不安になって、そしてまた契約に落ちる。ロンド橋落ちる。それでは加工房の円、ロックオンしていきたいところ。輸送があと2万ですね。2万3800来ますんで。6万ぐらいにはなりますね、兵数が。となれば、加工房であれば倒せるでしょう。ただ消耗戦は避けたい。何ですか？あ、長商法などの変換。いいですよ。もう、これはしょうもない。あ、でもこれでも名品取れるんだ。同盟になっててもまだ名品を取れる。ちょっと待って。2000。価値5のもの。どうせだったらもらっちゃおうかな、名品。いいですか？名品もらっちゃった。使者がお待ちです。さあ、加工防軍の使者。3600の価値。九国論もらっときます？一応、知力1でも上がれば、いい時はいいですからね。一応もらっときましょう。猛勇が、やられそうですね。ちょっとやられる前に、ちょい、一丁噛みしたいですね、一丁噛み。得意の一丁噛みして、その前に縁をやらないといけない。忙しい。忙しいな、これ。女性を求める、この、はしごの旅。忙しいですね。パルティアから戻りまして、さあ来ました。アーラッシュ。これで呂布は、最高クラスの、武力になりましたね。借りは返す。お、芝園が捕まった。諸葛丹軍、頑張っておりますね。お、猛勇北に動きましたね。ってことは、お、関羽捕まってんの。演説に捕まってんの。関羽の鼻息が荒い。ご報告いたします。牧羊から北に渡ろうとしている。しかし演説がストップ。で、ここで加工房動かないかなと思うんですけどね。動かないかな。動いたら、これちょうど輸送が入る頃。じゃないかなと思うんですけど、これガンガン進めましょう、これ。動け！動け！加工房！動きってよ！動かない！加工房は静かに暮らしたい。加工房動きましたね。1ターン遅れ。え？え？ちょっとどこに行くの、これ。え？いや、意味わかんねえ。深夜か？あれ、こっちか？え、嘘だろ？こっちじゃないだろ？いや、こっちでもいいけど。嘘だろ？いやー、相変わらず来ますね。これ女子がいるからね、すごい、ああいう、なんか変なね、不審者がね、
仕官しようとしてくるんですよ。冗談じゃないっつうんだよ。ちょっとこれ、行方見たいですね。さあ、この不審者2名はどこに行くのでしょう。蓄養を取るのかな、まさか。何の意味があって、ちょ、セリフを聞いた主観と、もう、え全く意味わかんないよ、これ。妖国滅亡。装飾にやられた。どこ妖国いたの、あ、ここら辺か。ここだ。平原だ。妖国より装飾の方が強いという結果になりました。これ何？どうしたらいいのこれ。技法で日罠に引っ張り込んでもそんなに意味ないしな。まあちょっと行きますか。意味がわからん。巨匠、柄空きなのになんでかこっちに攻めに来た。加工房である。何なんだこいつは。とりあえず日罠にかけたい。ですね。こういうことされるとちょっと芝居が動いたりして、攻めたらどうすんだよと。蓄養取りに行きたかったと。申しておりますね。さあ、どうするこれは。こちらをご覧ください。ここで敵兵17,800を殲滅できれば、縁はわずか。武官と合わせても16,000しかいない。これは千載一遇の、おお、超飛、捕まった。諸葛探軍に捕まった。諸葛探軍は捕らえるのうまいでございますな。さあさあさあ、技法が入りました。もうこれで主官は逃げられない。突っつきながら進んでいきますが。下病。干渉。もういい加減諦めたのだ。な、うちはキャバクラじゃないんだ。しかも無料で入ってこようとする。さあ、行った。天下無双。4,300。死者が面会を望んで、はい、死者カットです。うわ。あ、いい具合に切りましたけども、装甲は逃げていく。まあ、逃げてもいいでしょう。ご報告いたします。これで、相手方は、約2万ですね。武官合わせると2万5000。主官撃破。いらないのに。いらないのに捕まってくれた。この野郎、ちょっと中見てみたいからって捕まりやがってね。装甲が退却するかと思いきや、また戻ってきました。なんてやつだ。しつこいやつめ。もうちょっとでも中に入ろうと。必死です。おっと、足止め食らってしまった。この野郎。で、ちょっと800ぐらい打撃を与えて、引いていった。なんていうスケベだ。それではこのまま攻めてしまいましょう。周りの歩をすべて取れるかどうかが問題ですね。武漢にいるのは一武将、劉度だけです。出てくるのか来ないのか。そして倉庫をまたこちらに来ない。円はこれで2万1000か2000。そういった感じ。多分攻める頃には2万5000ぐらいになっている。死者が到着しました。カウンからの死者。あ、死者カットです。はい、というわけで今日も長時間取っております。まあ何せね、輸送待ちの時間が長いですからね。もうとにかく一極集中しかない。まあ逆に言えばシンプルでやりやすいといった展開ですね。同盟がね、やっぱり禁止ルールではないんで、一極集中を作ることは何とかできる。まあ相手は多いですけど。はい。今3同盟を作って加工房の縁、行こうとしております。加工房はボンクラ。ここを落とせないと、非常に辛い。で、その後は、巨匠の猛湯。ここ行きたいですね。うまいことここ滅亡させて、まあ、ちらっと女子がいるの見えたんで、またいるといいなっていうね、ところですね。で、ライザがね、ここの諸葛団のところいるの。もうライザが。ライザいいですよね、主人公。錬金って何？金を練るの？金玉練り練り？おーい。転がされちゃうかなこれは。コロ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 。
カランカランって音が鳴るよ、僕のなんか。カランカランカランって中身入ってねえから。中身入ってねえってことはないんだけど。パンパンだぜ。はい。ということで、兵数ですね。7万7千。最初は3万ぐらいでしたけどね。なんとか。まあ、言うて、ね、都市数あれば生み出すわけですよね。ええ、確かにそうだ。生み出すわけですよ。1、2、3、4、5、6都市ですからね。よく見たら。で、まだ2位ですね。これ1位の壁厚いですね。ただ、孫権も、これ A 案に出ないとここから先発展しないですね。発展場にはならない。はい。で、我々の現役武将17人。隣の芝居は118。もう何倍ですか、これ。計算ができません。5倍以上はいますね。少なく見積もっても。はい。そのレベルの計算力。5倍よりはあるだろうと。いう感じでしょうか。はい。では、次回もよろしくお願いいたします。メテンゴ、マテンゴー。